皆さんこんばんは。ご参加いただきありがとうございます。竹谷光雄から学ぶ原発事故後の福島、今日は第7弾ということでお送りさせていただきます。ハッピーアランドネットワークの千葉です。よろしくお願いします。出演者は後からにして最初にあれしますか。本日この勉強会の内容はですね、後日 YouTube の方にアップされることになっております。動画の方には皆さんの顔は映らないんですけれども、発言される場合は今表示されているお名前をお呼びすることになりますので、本名ではなくニックネームに変えたいという方は今のうちにお名前の変更をお願いいたします。発言される場合には挙手ボタンを押していただいてミュートを解除してからご発言ください。あらかじめ今日の資料についてはデータでお送りしておりますが、ご覧いただいておりますでしょうか。大丈夫ですか。テキストですね。テキスト、わからないっていう方いらっしゃいましたら挙手お願いします。大丈夫ですか。はい、ではそれでは学習会の方を始めさせていただきます。まず概要についてお伝えします。原発事故から間もなく13年が経ちます。私たちは何を見落としてきたのか。竹谷光雄の1957年の著作原水爆実験からの教えを今の議論と照らし合わせながら学んでいきます。それでは出演者の紹介です。種市先生、よろしくお願いします。あとは、今日この会場にいなくて非常に存在感が私たちだけではすごく寂しさだらけなんですが、マリッペどこですか。そこ、そこはどこですか。アローハー。アローハー。はい、よろしくお願いいたします。マリッペは今日はハワイからリモート参加になっております。お願いいたします。嘘くさいけど本当に本当ですそしてサポートをいただきますのは、竹谷光雄資料研究会の会員でもおられます山木さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは始めてまいります。まず最初にですね、今日は、原水爆実験という本の中の、許容量か警告量かについてのところを議論していくんですが、その前に、まず山木さんの方から前回の補足ということで、安全第一の誕生についてというところをお話しさせていただいてよろしいですか。はい、はい、じゃあ すいませんテキストから外れるんですが、前回最後のところで安全第一運動についての話題を私の方からちょっと提供したんですが不完全で、アメリカで安全第一っていう表ができて、日本ではあまりなかったような話をしちゃったんですが、瀬川さんが調べてくれて、日本でも戦前にあったということで、これ技術の安全と関係するのでちょっと調べましたら、こういう立派な本が出ていて、安全第一の誕生という、これ京都大学 の大学院生が博士論文にした研究が2000年代のもので、結構新しいんですが、これに詳しく書いてあるので一部ちょっと紹介をします。資料は共有しますね。安全第一運動についてということで、私が前回紹介したのは、アメリカ合衆国で、セーフティーファーストという言い方が誕生したと、これがはっきりしないんだけど1900年代の初めで1907年か8年頃なんですね。
真ん中の方に書いてあるの US スチールの、エルバート・ヘンリー・ゲイリー社長って書いてあるけど、元弁護士の人で、人道的見地から経営方針を、生産第一、品質第二、安全第三というものから、安全第一、品質第二、生産第三に変革した。で当時その、労働災害がかなり多かったそうなんですが、この方針が実行されて労働災害が減少したので、たちまち世界中に広まったという解説があります。このヘンリー・ゲイリーという人は1846年生まれの人です。でその内容が、エンサイクロペディア .com というのにやや詳しく書いてあるんですが、ここはまあちょっと省略しますけど、真ん中辺にあるのはね、1907年から8年にかけて、労働災害の発生率が高かったんだけど10年ほどで6分の1に減少したと書いてあります。で日本の場合には、この、堀口という人が書いた本によると、近代日本における安全運動は1917年に安全第一協会というのが設立されて、でそれによって始められたということですから、さっきの、ゲイリーに比べると10年後ぐらいになっています。で当時日本では、労働災害というのは本人の不注意か、そうでなければ不運のせいだということで、まあ、会社の責任ではないというようなのが社会的風潮だと。その中で東京電機の社員であった蒲生利文という人が、その安全運動を、まあ、本人が個人的に始めるんですね。このような考え方を突き崩そうとした、先駆者であったというふうに言われています。で最初に安全運動を始めた頃は、マスコミに安全教徒揶揄されたようなことがあったんですが、同じ頃に、内田柿地という人が、これ佐川さんが紹介してくれた名前なんですけど、この人は高級官僚です。でアメリカの視察に行って、そのセーフティーファーストというのを知ったんですね。それで帰ってきてそれを紹介した。で紹介したのは1916年。でこれを知った蒲生利文が内田と協力して、安全第一協会というのを設立します。まあ、内田は単なる東京電機の社員だから、失礼、蒲生の方は単なる社員なので、内田の方が、官僚であったので、こういう会ができたということで、でそれの設立趣旨を見ると、こう書いてあります、大気圏を未然に防圧するのを両方として、防圧というのは防ぐという意味です。安全第一主義を社会に固遂し、鉄道、船舶、鉱山、工場等はもとより、道路、住宅にこれを普及せしめて、衛生に、火災に、死傷に、不幸なる薬剤を防御線とするものだと。で、海側の一条には、本会は安全第一主義の普及を図り、社会の幸福を増進することをもって目的とするということで、これが1917年ですね。で、これはその頃の、その企業の、広告で安全第一という言葉が使われているということが分かります。で続いて1925年には産業福利協会というのができて、これは省略しますけど、安全第一という考え方が普及して、まあ、ちょっとやや変質して、ちょっと復帰を書いたんですけど、上の方の産業ですね、産業福利運動になると、その経営者にとっては労働者の安全や福利、厚生福利の増進とはまた別にですね、工場内の秩序や作業能率の向上を目指す、経営管理としての意味もあったと。でそれから全体としては、米国における安全運動の誕生時期が、1907年また8年で、1910年代初頭に大きな社会的潮流となり、日本での安全運動はこれに強く刺激されて誕生したというのがこの本の、博論研究の結論です。それから瀬川さんが前にチャットに書いてくれた内田柿地という人が、竹谷のいた台湾に一
ったんだということを、知らせてくれたんですが、第9代の台湾総督って、まあ、台湾って植民地だったんで、そこで一番偉い人なんですが、そこにいたのは1923年から1年間で、ちょうど武谷光雄が、台北第一中学校という中学校に入学した年です。でこのあと彼が高校に行った時には、高校でその台湾総督府をちょっとおちょくるようなあの文化祭の展示をやったりしているのでいるんですけども、まあ、直接接触はないと思います。でちなみに台湾植民地台湾というのはあのいわゆる後藤新平が、行って積極的にその開発を指導するんですが、内田柿地はその、まあ、後輩にあった人だということが分かりました。まあ、以上です。他にもあの、足利鉱山とかって安全運動を始めた人とかっていう人も若干いるので、もっと詳しく見ればいろいろ出てくると思うんですが、そういうことでした。で竹谷に関係するのはですね、竹谷は1930年代に技術論の研究をしていて、当時あのマルクス主義者たちが哲学的あるいは経済的な立場から、技術論を盛んに論じているんですね。で工場での技術のあり方とか生産のあり方って論じてたんだけど、あまりその安全ということが出てこなくて、日本ではその注目されてなかったとのかと思ったんですが、実際にはこういう、ちゃんと安全第一協会というのがあったということです。それから戦後の竹谷は、安全について盛んに論じてるんですが、これは科学技術全体と安全性との関係について論じているので、安全第一運動との関わりではちょっとあまり調べたんだけど出てきませんでした。まあ、労働者の人権に関わることなので非常に重要なテーマであると思ったので、あのコメントさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございます。あとはあれですか、あの単位の説明と換算表についてもここでお話しいただきますか。はい、テキストをちょっと見ていただいた方は気がついたと思うんですが、単位が古いんですね。で今の単位形と違うので、それで換算表を作りました。でこれはあの、放射線に関するその単位、大体これであの間に合う、これアイソトープ協会のハンドブックから取ったんですけど、一番上にエネルギーの単位として、これは今使ってます電子ボルトという単位がよく使われます。大体放射線は、メガ電子ボルト、放射線一つの持つエネルギーがメガ電子ボルト、100万電子ボルトなんですけど、電子ボルトという単位は電子光1ボルトの電圧で加速するときのエネルギーなので、まあ、結構分かりやすい単位であるかと思います。エネルギー あの本来の単位はジュールという単位で、この、大文字の J って書いてあるんですけど、このジュールで表すと、非常に小さい数字で 1.6×10⁻¹⁹ ジュールというのが1電子ボルトです。で放射線1個で、まあ、電子100万個を1ボルトに加速するエネルギーを持っているということを意味します。それからその下の放射能というのは、放射能というのは放射線を出す、能力というような意味で、昔はキュリーという、単位が使われました。これはあの、ラジウムを発見した、ま、あのマリー・キュリーの名前から取っているんですけど、1秒間に 3.7×10⁰ の、放射線を出すという能力なので、かなり大きな単位です。なんか使うときにはマイクロキュリーにして使うんですが、これは今のベクレルでいうと、37,000ベクレル、1マイクロキュリーで37,000ベクレルということで、これ本文を読むときにもこれが使われています。でその下の、レントゲンというのは照射線量、放射性物質が出す、
放射線によってどれだけその電離が起こるかという量を表した量です。で今はこれを使わないで、まあ、クーロン米キログラムという単位なんですが、これでいくと、3876レントゲンが1クーロン米キログラムということです。まあ、クーロンもちょっと分かりにくいと思います。それから、照射線量に対して吸収線量というのがあって、これは放射線が当たった側が、吸収するエネルギーで表します。で古い単位がラドで、1ラドが1×10⁻¹⁰ kg です。で今使っている単位はグレイという単位で、これちょうど100倍で100ラドが1グレイ、単位の中身は1J/kg で、まあ、1kg あたり1ジュールのエネルギーを吸収するという意味です。でこれは、人体で使うときにはシーベルトという言い方で係数を若干入れて、表します。だからシーベルトも下の方にあります線量等量なんだけど、これも、吸収する線量を、まあ、人体への影響も含めて表すような数字です。でこれの古い形はレムとかミリレムということなんですが、本文に出てきますけど、1レムは10ミリシーベルト、1ミリレムは10マイクロシーベルトを意味します。したがって1シーベルトはレムでいうと100レムで、1ミリシーベルトは100ミリレム、1マイクロシーベルトは 0.1 ミリレムということになります。それから一番下に書きましたけど、これ概数なんですけど、照射線量1レントゲンによる線量等量、まあ、被曝する下側のする側の量1レムは、大体等しいと、1レントゲンによって被曝すると大体1レムに被曝するということが言えるので、1レントゲンとあったら、1レムすなわち10ミリシーベルトに換算できて、1ミリレントゲンは1ミリレムすなわち10マイクロシーベルトというふうに読み替えれば、この教科書は大体読めるということになります。この後の表は、動かなくなっちゃった。これですね、あと2枚表作ってあるんですが、これがテキストに即して、何ページに出てくる、すいません消えてしまいました。続けてちょっと言っていいですか、はい、テキストの最初のところ144ページを見ると、まあ、もともと放射線って X 線が問題だったので、20世紀の初め頃の話ですね。でこの X 線の規制としては、まあ、竹谷がいた当時、週に全身に300ミリレントゲンを超える線量を浴びてはならないというふうに、これは、アメリカのハンドブックに書いてあるというふうに書いてあります。でこれをまあ最大許容量と言っているわけですけど、でそれ以前には1934年の太陽線量として1日 0.2 レントゲンまたは1週間1レントゲンと書いてあります。これをこの換算表で見ていただくと、週に全身に300ミリレントゲンというのは、約3ミリシーベルト、それから1日 0.2 レントゲンというのは1日に約2ミリシーベルト、1週間1レントゲンというのは1週間約10ミリシーベルトで、今に比べるとかなり高い量が、最大許容量になっています。
で本部によると、これはどうして決めたかというと、連続的に毎週この量を身体に受け続けている人の血液を調べて何らかの変化を検出できないギリギリの量ということだったのです。で実際当時は放射線の危険ということはさして重要なことだと人は考えていず、放射線を扱う人は軒並みに白血球が減っていても平気だったのです。でそれはしばらく放射線に当たらないと元に戻ったからですというふうに書いてあって、まあ格好になるほど放射線の危険性というのは軽く考えられていたということは分かります。これはもう戦前になるとさらに、まあ、最初規制がなかったんで、霧なんかも放射線障害で亡くなっているわけですけど、まあ、そういう傾向があった、危険性が分かるにつれてだんだん規制を基準は厳しくなっていくわけですけど、まあ言わせていただくと、ベテランの放射線の専門家ほど昔の感覚で言ってる可能性はある。で竹谷はこの時期にそうじゃなくて逆のことを言っていたというのがこの本の理想だと思います。はい、ここまでで何かありますでしょうか。はい、いや私からしたらもう難しくてなんだかって全然わからなくてただ原発事故後に馴染みがあるのはやっぱり1キロあたり何ベクレルか、あとは1時間あたり何マイクロシーベルトかぐらいそうですね、うん、です。ここであの風の旅人さんが、はい、西尾さんがいつもグレーでない人ダメだと、シーベルトはごまかしだって言ってる、うん、っていう話がありますけど、はい、これどういうことかをちょっと解説まあシーベルトがよくごまかしだって言われる理由はいろいろあると思うんですけど、そもそもそのシーベルトって自分の体で放射線を受けた時にどれだけ影響あるかというのをあの表したいわけなんだけど、そもそも放射線ってどこに当たるか分かんないわけですよね。で当たったところによって当たりどころによって影響は千差万別、ミクロに考えれば同じ細胞に当たっても、あるいはそのガンマ線なんかはエネルギーが高いっていうんだけど、エネルギーが高いだけあって何も影響を与えないで、すり抜けてしまう透過性があるわけですから、何も影響がない放射線もあるし、まあ、細胞の中でいくつかあの分子とか原子を電離させる、イオン化させる、そうするとこれは、まあ、活性酸素を発生させて同じような作用ですから、そういう作用もあるし、もっと当たるところが悪くて、DNA を鎖を切ってしまうとかですね、そう いろんなことがあるわけです。だから、シーベルトとかレントゲンとかみんなこれキログラム単位になってるから、1キログラムあたりどのくらい受けるとか出すとかっていう意味になってるんですが、人間の体にいろいろな内臓があるんで、どの内臓に当たるかによっても違うわけだし、だからそれを、まあ、ものすごく大雑把にこんなもんでしょって言ってるだけなので、あのそれ以上のことは分かんないですよね。実際に被爆してみなければ分かんないし、被爆したからといって低線量の場合は確率的影響ですから、何らか影響出るかなんだか分かんないし、影響が出たとして放射線のせいなのかどうかも分からないわけですよね。そういうのは放射線の特徴なので、シーベルトで全てが分かったように言うと言ったらそれはやっぱり、まあ、違うでしょう、インチキでしょうと、だからもう少しちゃんと気をつけなきゃいけないと、ということは言えると思います。はい、まあ、私が考えているのはそのあたりなんです。はい、ありがとうございます。じゃあ今回の章の中のポイントいきますか。はい、まずこちら、さやちゃん、はい、あ、これ
共有を。これ共有外しますね。まず一つ目のポイントですね。職業人と一般人を区別する理由について。じゃあこれは隣のページ145ページの後ろ3行あたりに載っていることです。職業人と一般人と区別する理由は、まず第一に職業人は数が少ないし、次に職業人は放射線を扱うことによって、例えば研究シーンを満足させるとか月給をもらっているとか、そのために利益を受けているわけです。でそれだと引き換えに放射線に当たって、それによって寿命が短くなるリスクを受けている。これが前にもあった許容量我慢量の議論で、今言われているのリスク&ベネフィットという、つまり何かの利益と引き換えに被ばくを許容しているから許容量なんだという考え方になっていると思います。で一般人はそんな、放射線を受ける代わりに月給をもらっているとかそういうのないわけですから、だから職業人と同じ被ばくをするのはおかしいだろうというのが、その違いの理由だと思います。レントゲン検査を受ける場合には、その検査によって、自分の健康状態が分かるというベネフィット、利益があるので、積極的に受けるということはやっているわけです。だから医療被曝は無制限に OK ってことになっている。無制限っていうのもね、ちょっと無制限っていう言い方もあれなんだけど、必要があれば医療被曝は許容されるっていう話になってるんですね。放射線治療なんかを考えればもうちょっと言えるかもしれないですよね。がん細胞だけを放射線で、攻撃すれば、放射線をあのとこもある程度受けることになるけど、癌で死ぬことはないかもしれないと、ようなことで、だから放射線を使うこと自体を全部否定する必要はないのかもしれませんけど、原発事故の中で漏れ出した放射線から、放射性別から放射線を受けることについては、メリットがないところかってメリットしかないわけですから、これはまあいわば許容量はゼロだという主張はしていると思います。ただ実際にはゼロにすることは不可能なので、どうやって被ばくを避けながら生活していくかとか、子どもたちを守るかということで、その福島とその周辺の人たちは悩んでいるわけです。でも医療被ばくの中でも、例えばその産道のレントゲンを取って子どもの頭がそこの産道を通るかどうかっていうふうなので、その帝王切開するかどうかっていう判定を昔やってたんだけど、それは胎児に対する影響が問題だってことで、やらない話になっていったわけですよね。医療被曝が何でもかんでも許容できるわけじゃなくて、医療被曝の中でもそのメリットとデメリットを考えた上で禁止されてる、禁止してるわけでもないんだけど、やらない方向に向かっているものもあるし、例えばその結核の胸部レントゲンに関しても、毎年やってたのがその節目節目でやるような感じに体勢を減らしていってるっていうのも実際にはあるんですね。さっき無制限に言ったのはちょっと間違ってたので、すみません。よく言われているのは、日本人はその医療被曝の量はかなり世界の中でも一番多い。その辺は瀬川さんが専門的に。そうですね。瀬川さんいかがですか。詳しく解説、医療被曝についてお話しいただけますでしょうか。お忙しそうですか。あれ瀬川さん、あ、いらっしゃいました。先生ちょっと取り込んでまして、あ、ごめんなさい。ちょっと、あ、そうです、はい、はい、
私あのうちの子供がすごい体が赤ちゃんの時に弱くって、うん、しょっちゅう気管支炎とか肺炎とかになってたんですよ。で、うん、レントゲンそのたんびに結構こまめに、うん、行くたんびにレントゲン取るっていうのがちょっとなんかこう心配で、うん、先生にねあのドキドキしながら言ったことがあるの。あのレントゲンそんなに取って大丈夫なんですかみたいな、うん、そしたらなんか切れられてなんかすごいそのお医者さんとのやり取りってすごい怖いなって、うん、肺炎で死んでもいいのかそんな危険なものやるわけないでしょみたいな。もう そんな感じなの、うん、それは間違ってるね、うん、明らかにその言い方は、うん、まだねレントゲン取ることで肺炎が分かんなくて肺炎が分かんないことによって治療が遅れて死ぬかもしれませんよっていうんだったらまだ分かるんだけど、うん、ちょっとその言い方はひどい、うんうんね、すごいなんか威圧的でした。皆さんいかがですか？何かありましたら。ちなみにあの146ページのさっきの145ページからのつながりで、まあ、一般人に関しては原子力の平和利用が行われることからある程度の利益に預かっているけれども、うんまあ、受けないで済むならそうありたい、うん、だけど数字に根拠はないんだけれども10分の1にしておけばよかろうというような、うん、ものすごいいい加減なところで、うん、一般人の被曝は職業人に比べて10分の1にすりゃいいだろうっていうふうなことを勝手に決められてたっていうことで、まあ、それは今でも同じような話ですね、うんうん、そうですね。これはそのですからその他の放射線の関連以外の点から言うと化学物質なんかは、例えば薬品何か化学物質の治療がどれだけだからって言ってその何分の1ぐらいまでのアルミかっていうした場合には、うん、1000分の1とか1万分の1とかそういう選び方を、まあ、いわゆる安全率ですよね、うん、そういう選び方をするんだけど放射線についてはちょっと甘いんじゃないかというか、うん、人は、いろいろいると思います、うん、放射線についてだけ なぜそういう、うんまあ、これを読んでいくとやや分かるような気がするんですけど、うん、この本が出た時期は冷戦時代で、うん、なんと大気圏内で核実験を、うん、核がやってたわけですよね、うん、ですからあのいわゆるフォールアウト、うん、放射性物質が空から降ってくるっていうのは、うん世界中であったわけで、うんだからこの本の後の方に出てくるけど、うん明らかに白血病の何倍かになっているというような議論が出てきます。ハワイから何かありますか？ハワイのマリッペ。時差があります。レントゲンのタイム設定したんですか？何かありますか？なんか私の声ちゃんと入ってるのかな？入ってるよ。入ってます。いや、こういう感じでこの時代に決めてたんです。意外といい加減な部分もあったりとかっていうことなんだけど、うん、いろいろなんか先ほど芝居に言われたね、あのレントゲンを受けるっていう小さい時に子供に対してのレントゲンの容量ってどうなんだろう、あのちょっと真面目に今一瞬思いました。そもそも医療被曝の危険性とかってあんまり一般的にはなくないですか？お医者さん相手に市民同士の会話で医療被曝についてなんてあんま話さないよね。そうですね。だから小林先生の職業的には一番レントゲン使う職業かなと思うんですけど、
まあ、経験出たとしても、ね、今ですね、医療的にその患者さんが、まあ、いや、この人も、ま、毎週ネットゲーム受けてるよねというところで、これをやめた方がいいんじゃないかとか、そういうのってあるんですか？いや、レントゲン取る上でも、例えばこういい加減にこう全体像をこうバーンと取るんじゃなくて、例えば指のここの骨折だったら、うん、ここの部分だけ小さく当てるようにちゃんと調節して取ったりっていうことをやっていけば、うん、まあ、被曝量は当然少なくなるわけで、そういう配慮をちゃんとしてるかどうかっていうことがすごく大事なのかなと。うん、で毎週レントゲン取るのは毎週レントゲン取る必要性があるから取ってるんですよ、うん、例えば骨折して骨がずれちゃった場合、ずれても修正できるのはその1週間の間だったら修正できるんだけど、2週間経ったらもう動かないっていうふうな話になっていくんで、動くうちにちゃんと修正してあげるっていうふうな必要性があるから1週間に一遍っていうふうに取ってるんですね。でそのうち今度骨がだんだん動かなくなってくるから、骨折したところが動かなくなってきたらちょっと2週間にいっぺんにしましょうかっていうふうに、まあ僕はちゃんとそういうふうに配慮っていうか、まあ、当然当たり前なの、レントゲンはなるべく患者さんに浴びせないようにっていうふうにレントゲン室に貼ってあるんですよ必ず、うん、それに従ってちゃんとやってるんだけど、うん、まあさっきのその体に悪いことは してると思ってるのかお前っていうふうなことを言うような医者はそういうことを考えてないっていう人で、うん、まあ、そういうところには行かない方がいいのかなっていうふうには思いますね、うん、まあ、最近あんまりいないと思うけどそういう人は、うん、あとはうちの子供がね、中学生の時に陸上部に入ったんですよ、うん、でこれ部活サボりたいんじゃないのみたいな時に足くじいたとかさ、だから言うと親としては病院に連れていかなきゃいけないじゃないですか。そうするとまあ先生としてはじゃあレントゲン取りましょうっていう流れなんだとは思うけど、この被爆させた子にレントゲン受けさせたくないなっていう思いもすごい強かったですね。だからやめたいって言われた時はもうすぐやめろって言って、私は喜んでやめさせたんですけど、被爆した子どもたちに対してのレントゲンはっていうような捉え方が医療現場であったのかなみたいなのもちょっと気になったことはあった。そういうね、僕に振られると僕はちゃんとやめたよって言うしかないんだけどお医者さん相手に僕はちゃんとね、この被爆の後っていうか、まあ、2011年から12年にかけてこういう、うん、郡山で自分のクリニックをやってたし、その後2015年まで須賀川の方の病院にいましたけど、そこでレントゲン取る時には必ずここの地域って普通の地域じゃないんですよってね、うん、で通常だったらレントゲン取るけれども、まあ腫れの具合から考えてこの状態だったら多分問題ないから取る必要ないと思いますけど、どうしますかって選択肢を与えて、いや取ってくださいって言われたら取るっていうふうにやってましたけど、僕はそんな人いないかもしれないなんか冷静に考えてどうなんだろう。ただね、子どもの骨折ってすごく難しいんですよ、うん、子どもの骨折ね、大人ははっきり腫れてくることが多いんだけど、うん、子どもの骨折の場合ね、腫れないんだ、腫れもなくてそんなにひどい痛みもないんだけど折れてるっていうのがあるんですよ、うん、だからレントゲンはね、訴訟回避するためにも取りたいっていう心理が、ね、うん、医者側には働く、そういう部分もある、ね、風の旅人さんが、はい、崎山先生がなんかがん検診とかでレントゲン浴びすぎと言ってましたよね、うん、崎山先生はよく医療被爆のことはおっしゃいますよね。そう、まあ、何度も言ってます、なんか言われたんです。何度も言ってますけど、僕は2012年かな、崎山先生の講演会を初めて、白川かなんかに聞きに行ったら、名刺を渡した瞬間に「ああ、あなたはレントゲン浴びせる医者で」って言われましたけどまあ
分かんなくはないんですけど、まあ、がん検診っていうことに関して言うと、うん、そのまたねここは祖父江さんとかが活躍している場所で、うん、あのがん検診が果たしてあの有効性があるのかないのかっていうふうな部分、さっきあの結核の学校検診の話でも胸部のレントゲンが回数減ってったっていう話もある通り、一応その辺はちゃんと考えた上でリスクとベネフィットを考えて、まあ、減らしていくっていうのが一般的な考え方なんだけど、ただがん検診の中のその PET CT とかああいうふうなその、まあ、膵臓がんとかをターゲットにした検診っていうのはあれ内部被曝されてるわけだから、まあよりひどいあの被曝を受け自分自ら受けに行ってるっていうふうな話になって、ただお金持ちがペット検査毎年やるなんていうのはそれは被曝し放題でやめた方がいいんじゃないのって僕は思いますけどね。その辺は崎山先生の言ってることに通ずる部分かなと思います。私の体験を言ってみます、はい、あの原発事故の直後に僕は学校が職場だったんで毎年4月に定期検診があるんですね、うん、で X 線は断って私はしなかったんですが、うん、そういう人はほとんどいなくて、うん、みんな喜んで検査やってであれはシステムがされていてみんなが受けるということになってるので、うん、みんな抵抗ないんだろうなっていうのはあると思う、うん、で次の年になって受けたんですけど、その時にその検査の係の人にこれ被曝量どのくらいなんですかって言ったら答えられませんでした、うん、知らない、うん、だからそういう感じでも日本では習慣化して、うん、であまり気にされてない疑わないっていうところはやっぱりもうちょっと意識するべきではないかと、うんうん、まあ、ちょっと話が脱線しちゃっていくんだけど、その検診に関して言うとその職場検診ってあるじゃないですか、うん、職業についてる人に対して検診する場合にその検診の費用を国から負担されるんですよ、うん、あの政府官庁とかの保険入ってると、うん、でその時 の検診の、 その国庫負担の根拠としてはこういう検査を全部セットでやってくださいっていうのがあって、うん、そのセットの中に胃のバリウム検査っていうのがあるんですよ、うん、胃のバリウム検査ってすごい被曝量高いんですよ、うん、でそのバリウム検査の代わりにあの内視鏡に、うん、あのお金を追加した上で、うん、自費で追加した上で内視鏡に変更するっていうことは途中から可能になったんだけど、うん、まあ、それで被曝は回避できるようにはなったんだけど、うん、今でもそのバリウムが基本なんですよ、うん、でそこは何でかっていうと、うん、まあ、噂によるとバリウムのメーカーとの利権関係が解消できてないっていうふうな話もあるんですね、うん、そこはその、まあ、医者側というか検診している側の問題ではなくて、うん、まあ、国だってあの自分からそのバリウム検査いりませんで内視鏡もいりませんっていう人は他の部分はカバーしてもそこだけカットしてっていうふうな検診でも OK にすればいいんだけど、それはダメだって言うんですよ。それじゃ金出さないって言うんですよ。すごくね、変な制度なんですよ。なるほど。自己決定権が及びづらい制度になってるんですよ。それね、かなり変な話なんですよ。知らないこと多いですね。皆さんいかがですか？何かお話あればお願いします。なければ次に行ってよろしいですか？あ、いいですか？あ、瀬川さん、はい、お願いします。あ、ですね、バリウム検査っていうのは胃がん検診ですよね。そうですね、はい、あと、まあ、胃が悪い時には見るけど、大体検診でやらない胃がん検診で、あれ今はほら内視鏡がありますよね、うん、はい、だからそのどっちを選ぶかっていう話はあるけど、内視鏡は内視鏡でもリスクはあるという話はありますね、うん、あれ
祖父さんが、ガイドラインで、推奨というか日本で有効性があるってなっているのは5つの眼検診なんですよ。それ以外は有効性ないのと。でその5つも基本的に40歳以上で、乳がん検診は40歳以上2年に1回ですから、それ以上やっても要するに、ね、無駄 でその5つのうち3つは被爆します、肺と胃と、今の乳がんマンモグラフィーですね。だから被爆だけして有効性ないっていうのはあるんですね。で大きくは検診は自治体でやる検診と職場検診があって、今のガイドラインに自治体検診は載っとってるけど、職場検診はやりたい放題なので、いろんなことをやっていて、結構国は危機感を持っていて職場検診が把握できていなくて、人間ドックとかいえばさっきのペットとかね CT とか いっぱいやってるので、それがどれぐらいやってるのかも把握できてなくて危機感を持って今、まあ、いろいろ調べているというような状況です。危機感ってはどういうことですか？危機感っていうのはどういうことですか？要するにもともと世界、日本は世界一医療被爆が多いと言われてるわけですよね、うん、で一番多いんですよそういう危機もあるしお金もあるし、うん、なぜか結核が昔多かったのでいっぱいやってるんですよね。その流れで多いんだけど、それは把握できてる範囲内で多いわけですから、今の職場検診とか把握できてないものもあるとなるともっと多いかもしれないというのが、バレたり広まったらまずいでしょ。でも職場検診でその補助が出る検診っていうのは、まあ、基本的に決まってますよね、うん、血液検査と胸のレントゲンと心電図と、まあ、年齢によるんだけど40歳以上はあとはあれか便の血便の検査と、うん、あと胃のバリウム検査っていうセットなんですよね、うん、でセットで1個でもかけたら補助出さないよっていう話になってますよ、うん、でさっき5つの合併診を国策として進めているので、うん、要するに検診受診率 50% 以上っていう目標を立ててやっているのでやってるんですよ。でその要するに今のガイドラインで推奨しているのはもっとやりなさいって職場でも進めているので、それに対していろいろ補助とかいろいろ出しているということですね。ちなみに胃のバリウム検査のその問題が指摘された場合に何をするかっていうと胃の内視鏡をするんですよね、うん、だから最初から胃の内視鏡をやった方がいいでしょっていうのが、うん、まあ一般的な今の考え方で、うん、まあ、ただコロナのね問題とかを考えると、うん、胃の内視鏡検査もコロナがうつるっていう問題もあって、まあ、ここ数年結構いろいろ揉めてたんですその辺で、ね、現場が、うん、すいません、なんか余計な話、ね、ありがとうございます、うん、乳がんは超音波の方がいいっていう話があるんだけど、超音波とちょなんていうかちゃんとできる先生が少ないっていうんで、結構研修とかちゃんとやらないとできないっていうんで広まってませんね。マンモグラフが痛くて嫌だって言われてるんだけど、被爆もするしっていう状況だけど、ピンクリボンキャンペーンとか言って、やっぱりこう進められている状況ですね。乳がんの超音波検査っていうことに関しては超音波の方が見つけやすいものとマンモグラフィーの方が見つけやすいものとやっぱりあるらしくて、超音波で全てが OK っていうわけにはいかないらしいんですよね。でさっき瀬川さんがおっしゃったようにテクニカルもにもちょっと難しいんですよ、まあ、乳がんのその超音波検査、うん、
だからなかなか一般化されないっていうのは確かに。かといってマンモグラフィーがいいのかって言われるとどうなんだろう。でも触診に関しては昔あの乳がん検診って触診でやってたんだけど、触診に関してはその有効性はちょっと否定されたはずなんで、どうしたらいいんですか、検診受けたいときは。まあ、まあ、もう受けたいときは受けたいのに受けられないっていうのもあるよね、うん、基本的には受けたくないのに受けさせられる方の方が圧倒的に多いですけどね。でも受けたくないって人はあまりいないから、普通は言われるがまま、なすがまま受けているというのは。リスクがあっても、マンモで受けるしかないのが現状ですか。うん、だから リスクがあると思ってない人の方が多いでしょ。まあね、マンモのだからマンモをやるとしても、そのさっき瀬川さんがおっしゃったように2年に1度っていうのをリスクを考えたら3年に1度とかに間隔を空けていくっていうのも一つの考え方だと思うんですね。だけどあの北斗晶は確か毎年受けてて、去年やんなかったら乳がんになっちゃってましたっていうふうなわけのわかんないこと言ってたんで、まあそういうことを言う有名人がいるおかげでまた変ってこな方向に検診を増やしていくっていうような話にもなっちゃったりもするんですよね。結構あの毎年受けてたのにっていう人ちょくちょくいるんですよね。それってさ、だからだよっていう被爆してたそうそう被爆してたっていう、毎年のように被爆してたっていうことで促進したかもそれこそ証拠がないですけど、なんかそうじゃなくていいんだけどみたいな。乳腺のレントゲンってね、あどうぞ。でもその今の聞いてると、あの原則リスク認識は個人のやっぱそうなんでしょうね、人によって。まあ権利っておかしいけど、リスク認識を強制されるのもいいと思う、ね、自分でいいと思って出てるなしょうがないというか、それが自由だとすると逆に、リスクを大きく見て被曝を避けようとする自由とか権利も認められるべきだというか、ただ、ね、そういうふうな知識がない人にとってどう選択すればいいのっていう話にもなっちゃうわけですよね。で乳腺 そのレントゲンっていうのはその軟線撮影って言って被曝量結構多いんですよね、普通の骨とかのレントゲンに比べて、だそういうところも教育しなきゃいけない。そうですね、そういう情報をちゃんと公開してその上で選んでもらうっていうことは必要だ。あの甲状腺検査はメリットとデメリットすごい強調して押し付けていくけど、なんでそれはないのって今すごい思いました。でも最初の1巡目2巡目の時にはあんまりそんなことは言わずにぜひ検査を受けてくださいって言ってたわけですよね、それがなぜか3巡目になって突然マイナス面もありますみたいなことを言い始めて、発病数が増えてきたから、でしょ、発見数が増えたからこれは数後出しじゃんけん減らそうっていうふうな。でも、あんまり出ると思わない。だからさっきの職場検診というよりも職業上受けた方がいい、つまり、リスクのある職業というか、つまり発がん性のある物質に暴露しているような仕事をしているとか、そういう場合は定期的な検査とか検診って受けた方がいいっていうことはあるわけですよね。だから何かしらタバコをしょっちゅう吸っててっていう一言受けたまらないみたいなのもありますけど、やっぱり何かしらリスクに暴露していたらその検査とか検診とか、受けた方がいいとかいうか、自分が心配だったら受けたい人は受けられるようにっていう仕組みも必要なんですよね。余計な被曝を しない、検査を受けたくない場合は受けられない、受けなくてもいいというのと同時にですね、ただその場合その何にリスクがあるかとか、被曝にもリスクがあるとか、そういう知識とか情報が広まっているということが前提ですよね。まあ
現状は広まってないと思いますよね。この話今 しながらね、うん、なんかすごくこうやっぱ甲状腺がんの話とね、うん、逆方向の話をしてるなっていう気がする今検査受けない方に受けない方に我々の話がいってるんだけど、うん、でも甲状腺がんに関しては果たしてそれで正しいのかっていうふうなことを我々は言ってるわけで、うん、なかなかねこう話し方っていうのは非常に難しいなっていうのはあるんですね、うん、でも甲状腺がんの検査は何かほら事故が起こったから、うん、そうが前提なわけだから、だからね甲状腺がんの検査を根本的に何でやってるのかっていうところを考えなきゃ、うん、不安の解消ですって、うん、いや不安の解消の不安の原因なんですかって言ってた、そもそも、うん、そこを言わずに不安の解消って気持ちの問題っていうふうにそこにすり替えていくっていうのが、うん、その健康調査のごまかしでもある、うんうん、はい、次行ってよろしいでしょうか。はい、はい、次のポイントは放射線はできるだけ受けないということが原則。157ページ56ページから白血病について書いてあるところの本文ですね。157ページのところに、今言ったところ、放射線はそれに当たることによって人体に一般的な有利な影響はほとんどないだけでなく、必ず有害な影響を持っています。したがって放射線はできるだけ受けないということが原則になります。これはまあずっと、言ってきている。ことであるわけです、ここのパラグラフでは白血病が前のページですね、白血病のことが書いてあって、広島の被爆者の場合については1948年から50年の間に白血病で死んだ率が普通の日本人の約5倍になっているということが書いてあります。でそして、もちろん原爆を受けた人だけが白血病になるわけではありません。普通の人も放射線をいろいろな原因で受けています。さらに白血病は放射線によってだけ起こるとは限りません。ルイスは白血病患者の 10-20% が天然の放射線によるとしています。まあ、これはどういうバックグラウンドによるかによると思いますが、しかしいずれにしても放射線を受ければそれに比例した数の白血病患者が出ることは確かです。まあこれが原則的な考え方で、それ今でも、ね、その通りだと思うんですけど。だから今議論してたことと共通なんですけど、うん、それをどの程度みんなが認識して。うん、社会で行われているかっていうところはやっぱりある程度こう議論を続けないと、うん、何か決まった答えがあるということだと次の世代の人は考えなくなっちゃう。それぞれの人は考えて判断する。でその原則がここに出てくると思うんですよね。自分で納得して受ける分にはいいのかもしれないし、うん、そうでない場合にはさっき千葉さんがおっしゃったように医者さんに聞いて、うん、でちゃんと答えてくれないと困るわけですよね、うん、それを何言ってるんだって言われちゃったんだ、うん、そういうことは言ってない、うん、なんか原発事故後に被爆が大したことないんだっていうことをこうよく言われてきたことの中に天然の放射線もいつもみんな受けてるでしょと、だから大丈夫なんだよっていうのが服毒本にも書いてますよね、うん、でも天然の放射線も受けてるんだから
あの被曝量は少ない方がいいんだよっていうのが正しいんですよね。でもそんなことどこにも書いてない。それ竹田にはどこかに書いてますね。157。いや、ここには書いてあるけど、その事故後のいわゆる教育とか、そこでは、まあ、武田邦彦が唯一言ってた話ですね、だから被曝は足し算なんだから、あのこっちよりもこっちの方が少ないから大丈夫っていう風な話じゃなくて、これを全部足し合わせるんだから、被曝量が増えるんだから少ない方がいいに決まってるでしょって、まあ、武田邦彦さんは言ってましたね、でその武田邦彦さんは郡山 の、 あの放射線アドバイザーとして最初いたわけで、まあ、それによってあの郡山 の、 その皇帝の郷土玄関が一番最初にあの郡山で焼きやられた理由は そこなの、でもその後クビになってるんですけど、知らなかった。だ今ね、本当右翼の方、右翼系の話にちょっとおかしい方向に行っちゃってるんだけど、あの武田邦彦さんはその放射線 の、 その健康影響っていうふうな意味ではかなりまともなことを当時言ってたんですよね。で、まあ、この157ページにあるように、あの天然の放射線の線量よりも少なければ問題にしなくてもよろしいといった考え方が米国原子力委員会筋の考え方だから、アメリカから入ってきた話なんですね。これよりも自然放射線よりもこんだけ少ないんだから大丈夫っていう考え方はアメリカが突っ込まれてきた理屈なんだけど、アメリカの理屈だから日本人は、はいはいっつってやられちゃった、ありがとうございますって受け取ってるわけですね、でそれで今に至ってるわけです、でもちろん一方に対して少ないからといって他方を無視してよいという普通に使われているやり方はこの場合に当てはまらないのはお分かりだと思います。これは武田邦彦が言ってると思います。そう、ここのところですね、自然の放射線を受けているんだからなおさらそれ以上受けちゃいけないという、だからこのその前のページには白血病患者の 10-20% が天然の放射線によるとしていますとか、だから天然放射線だと危ないっていうのをこの当時から言ってるわけですね、でも普及してない、で、あの市民科学者国際会議でも、そのスウェーデンかどっかで、その天然放射線の危険性っていうのを報告してる人の話が出てきたと思うんだけど、あれなんかいかにもあの時初めて出てきた話のようだけれども、こんな昔から言われてるって。温泉とかどうなんですか？ラドム温泉、ラジウムとか、それは ラドムは肺がんの原因になるってことはもう分かってる。内部被曝、内部被曝実際には少ないから問題にならないんで、でそれが温泉でそれが体に効いてるって私の神様言ってるんだけど、微量であればっていうそのホルミシス効果、いやホルミシス効果はすごい無責任な説だと思います。さっき言ったように放射線でどこに当たるか分からない、当たりどころがどこなのか分からないのに、あらかじめ体にいいなっていう、そんな無責任な科学はないと思います。結果的にいい結果になる かもしれませんよね、それは。じゃあホルミス効果は何年か前に完全に否定されてたはずなんですけど、誰がどういうふうに否定したかまでは記憶にないんですけど、おかしいですよね、まあ、その辺の A クリニックっていうところがホルミス効果が温泉の放射線の話は科学史の研究会で聞いたことあるんですけど、明治時代にドイツから入ってきて、今でもラチウム温泉とかって宣伝使われてるんだけど、そのラチウムのいいイメージが定着していて、そういう時期があったんですね、それが今でも使われていて、ラジウム卵福島は ラジウム卵、セシウムは怖いんだけどラジウムがいいみたいな変なことになってるんですけど、温泉の場合もレベルが低いから問題になるならないだけで、あれが本当に体に効くようだったら逆に危険だと思いますけど、わかんないことだらけ。風の旅人さん、地域住民の健康被害とか聞いた気はするのですが、
天然放射線についてですか。瀬川さん、あ、瀬川さん、どうぞ。天然放射線についての疫学調査があって、さっきのスウェーデンのトンデルさんっていう人がやってるんですけど、まあ、ヨーロッパはチェルノブイリの影響をちゃんと調べるには全放射線の影響も調べなきゃっていうことで、スイスとかイギリスとか結構調べてるんですよね。その結果はやっぱり自然放射線が高いところの方が子どもの、白血病とかがんが多いっていう結果が出てますね。でスイスなんかは高いところ、高度の高いところの方が多いんですよね。だから宇宙線が多いんですね、あと地盤というようなことがあるので、自然放射線もだから影響はあると。ただその影響の度合いが、まあ、他にもいろんな癌なり健康に悪いこと、いいことがありますから、それらと比べてすごく考慮しなきゃいけないかどうかという問題と、あと基本的に自然の天然のものって、避けがたいですよね。もうずっとその場所に生まれる時からあるみたいな、減らそうと思っても減らせないみたいなものですから、自然放射線が避けがたいので、それ以外の余計な放射線はなるべく浴びない方がいいと。だからさっきの医療被曝は必要な時だけにしようという話になっていると思います。あと ラドンは中国とかアメリカとかすごく多くて、自然のラドン対策っていうのをすごいやってるんですよね。で日本はそれらの国と比べて、要するに地質の影響ですけど、ラドンは少なめなのでラドン対策してないんですけど、最近放射線審議会で日本もラドン対策しないといけないねみたいな議論が始まっています。あ、そうなんですか。なんかヨーロッパかなんかの石造りの家で、ラドンが結構出てくるところの家は早くがんになって死んじゃうとかっていうような話とかなんかあったような気がします。あれ、ここにでしたっけ。あと密閉性が地下室とか、ね、そうですね、密閉するところで、コンクリートみたいな、より強化されるわけですよね。他にどなたか発言される方いらっしゃいましたらお願いします。日本の ラドン温泉とかは、屋外が多いだろうし、屋内だとしても風通しがいいところだから、そんなに内部被曝しづらいっていうのもあるでしょうね、なんだっけ、北東石とかよく置いてある温泉ないですか。なんかあるよね。あ、北の方だかどっかからか持ってきたみたいな。玉川温泉。いいと思ってるけど実はみたいなことがあるよっていうことですね。あと時間も影響しますからね。そこにずっといるかどうか、温泉入るときだけ行っている時間で、確かに自体が違うという住んでるのとは違いますよね。あると、要するにたくさんの人が被曝すると、その中でどれくらいの人がなるということだから、すごくたくさんそこの場所にいる人が人数が限られていれば、その人があんまり他のこととかで健康の生活をしていれば現れないと、なるよね。もともとの体質ですかね。いうんで、要するに見えそれこそ見えないということは、ね、なんかその話どっかで出てきましたね。一部のなんか人数少ないと表に出にくいみたいな。表に出にくいっていうかね、だからこう一定割合なんですよね、影響が出る人っていう、で弱い人とか感じ性が高い人に出るわけですね。例えば1000分の1の確率でがんになりますっていう場合に、1万人いた場合には10人がんになるかもしれないけど、10人しかいなければゼロの可能性も高くなる、そ
そういうふうな感じ、うん、少なくなればなるほど、うん、まあ、ごまかされている、うん、なんか例えがあるかと逆に本当に分からない。いや、私はその今聞いて思ったのは、あの小児甲状腺がんの状態が まさにそうだと思うんですよね。対象者が30何万人いて、うん、300人だと1000人に1人なんですよ、うんうん、でもあのアンスケアの人たちからすると、うん、どうも1000人に1人というのは別に気にしないって、うん、あのアンスケアの報告は誰一人もいないなって言ってなくて、うん、検出不可能な程度に出るって書いてあるんですよね、うん、でそれは大人も含めてだから、検出不可能っていうのはがんの原因はいろいろあるからなんだけど、うん、福島県でやってるのは若い人の甲状腺を疾患検査してるんだから、うん、検出可能だと僕も疾患検査ではないですね。ちなみにあの原発事故の前は100万人に対して1人1人って言ってたわけで、それが1000分の1になるわけだから、いや、それは100万人1人か2人って1年間になって、10年間だとその10分の1ぐらいなんだけど、それでも数十倍っていうわけで、そのくらいは出ることはアンスケアが否定してることになってないと思うんです。アンスケアが大丈夫っていうのは検出不可能な、レベルで大丈夫と言っているだけなので、それを根拠にして甲状腺がんはスクリーニング効果だとかって言ってるのはやっぱり科学的に間違ってると、最近私は思ってると、まあ、今度21日に検討する会でまた話しますけど、うん、今ね甲状腺がんの発見率っていうのは1巡目で2590分の1、うん、で2巡目で3811分の1、3巡目で7030分の1、4巡目で4703分の1、うん、で5巡目で2650分の1ってことで、実はね1万分の1としても100倍ですね。徐々に5巡目になってきて確率上がってきてるんです。これね、後であの来週話します。さっき風の旅人さんが急に出てました。あ、風の旅人さんどうぞ。すいません。あ、すいません。なんだっけ、白血病の話でやっぱり率が高いみたいな話は、疫学的に率が発症が上がるみたいな、そんな感じなんですよ。そのどういうメカニズムか、企業で発病したかとか、なんかそんなとこまではまだ分かってない感じですかねっていうのと、もう一つあるんですけど、その、やっぱりなんかその、飛行機のキャビンアテンダントさんとかも、なんか乳がんの発症率が高いみたいな、なんかそんな話もどっかでなんか違って読んだことがあるんですけど、それで、なんかちょっと違う話をするんですけど、なんかその入浴法を研究してはる伊藤陽子さんっていう先生が、なんかその、自然放射線に対してその入浴法が有効であるっていうデータが出たみたいなことを、なんか緑の方に書いてありますって、なんかそれだけの、なんかすごいテレビとか出てはる有名な先生で、東日本大震災の直後のなんか、試してがっていうのもなんか出ておられて、なんか、避難所の人になんか、うん、まあなんか、これは YouTube に載せたらあかん話だからちょっとやめときますけど、なんか自然放射線がなんかなんか効くんだみたいなことが、なんかデータ的に、何を測ったかなんか分からないのなんか書いてありましたっていう、はい、すいません、それだけです。まず白血病の
発生機能、まあ、はい、まあ疫学でしょうね、というのはね、疫学の岡山大学の津田先生によると、疫学的に分かれば因果関係はある程度分かるので、基準が全部分からないと、何もないなっていうことを受け入れる必要はないというふうにおっしゃってました。だから疫学的に、問題があるんならばそれは対処しないといけないんだって、基準が分からないと何もしないという、水俣病もそうですよね。排水から有機水源ができるわけないって言って頑張ってたわけですよね。そんなことはその当時の科学では分からなかったというだけのことであって、竹谷も言っての竹谷も科学者ですからね、その当時の科学で分からないことはあるので、みんな死んでから分かったので遅いからっていうふうなのが彼の論理なので、疫学的に問題があるって言ったらそれは対処するべき問題なんだけど、放射線についてはもう伝統的にやられてないわけですよね。それで元に戻ると、なぜこれアメリカがそういう論理を使ってるかというと、その原爆なんですよ。広島に原爆を落として、まあ、放射線、残留放射線の影響ないんだって主張していたわけですよ。で実際調査して出てきたらそれを今度は隠蔽してですね、影響を認めないんですよ。でそれ認めちゃうと結局戦争もやりにくくなるし、自分たちの兵隊も動かしにくくなるからということだと思う。そういう、まあ、戦争の都合で、放射線の影響は無視ないし停止しようとしてきたという歴史的な流れがあるので、それをその放射線ボムの学者までがみんなその流れになってしまうというのは非常に良くないんだけど、冷戦時代には明らかにあった。で竹谷もそれ分かっていると思うんですよね。さすがに60年代を超えるとその大気圏内の核実験はやめるわけでしょ、で放射線が問題だからやめたわけですから、だから問題なんですよ。発生軌道に関して言うと、まあ、それが問題ではないとは思うんですけど、151ページに書いてあるように、まあ、造血する細胞っていうのは、まあ、特にリンパ球とかは寿命が短いからどんどん増殖して常にその放射線に弱い状態にさらされてるわけで、まあ、そこに放射線が当たる、もしくはその骨髄の方にそのストーム中に入ってきたりすることによって、まあ、起こってくるっていうのが、まあ、一般的に考えられている発生軌道だと思います。瀬川さんどうぞ。この竹谷さんの ここでやっぱり驚いたんですけど、田瀬野さんが軌道は分かっているのかってお聞きになったんですけど、竹谷さん分かってるんだってここ読んで149ページから今の151ページにかけてのあたりで書いてあって、要するに放射線の電離作用っていうことからで DNA を損傷するということから今の細胞分裂で感じて高いとか書いてあるんですよね。だから基本的に放射線の一番のいろんな放射線いろんな作用を起こしうるんですけど、一番基本はこの DNA で突然変異でがんになるっていうのが基本なので、それはやっぱり DNA だと。そうするとこのイオン化の数からすると、なんていうか、この程度なのにそんなにがんになったり、細胞死んだりするんだっていう、ちゃんとこのその辺まで書いてあるんですよね。だからもう基準、まあ、ほとんど基本的な基準はもうほとんど竹谷さんは分かってるんだって。もうこれ何年でしたっけ。もうだから今だからこの時はっきり、だからDNA のは日本二重らせん構造で、
要するに放射線は一番二本素切断を起こすから、あの一番あの修復しにくというか修復間違いが多くて、そのこのイオン対の数の割にはあの変異や病気につながるんだっていう、そこまでは書いてないっていう、 それだけですよね。だからほとんど企業分かってるじゃんっていうふうに思いました、うん、もうこの時代に分かってることをさも答えが出てないかのように言ってる、うん、今のその推進派の連中の方がひどいっていう考え方でもありますよね、うんうん、今の推進派が強調してるのは修復機能があるから、うん、修復機能は あるとしても必ず修復されるという保証はないわけなので、うん、こういう基準でって変えるのは一番大事なのは自然なこと、分からないっていうふうなことにしておくことがすごく大あの推進側としては大事なんだっても確か竹谷さんの前の本でも書いてたと思うんですね、あの答えがこうだっていうふうな話が分からないっていうふうなことでごまかしていくことが、あの上等手段だと書かれてたと思うので、まあ分からない分からないっていうふうなのをさも権威があって分かんないっていうふうに言ってるかのように言っていくっていうことが大事で、それでもうすでにこの時代に分かってたことを今分からなかったんだっていうふうに思わされてたんですよ我々。だからさっきね、私がその風の谷さんに出して言おうとしたのは今の論理なんですよね。基準が分からないと、放射線の原因と認めないっていう論理じゃなくて、うん、結果的にその疫学的に発病率が高かったらそれは問題なわけですよね、うん、でそれがあの研究のスタートで、うん、で今の福島の場合も、うん、実際に甲状腺がんの子どもたちがいるっていうのは、うん、あれが元の第一次データであるのに、うん、それを無視して、うん、スクリーニング効果とかという理論の方を持ってきて、ね、うん、理論を無理やり当てはめようとしてるっていうのが科学としてやっぱり間違ったやり方だと思う。目の前に現れている現象に対して、うんうん、その放射線の影響っていう一番怪しげな確からしい部分を最初に消去してる、うんうん、そうすると何かわけのわかんない説をいろんなものを出していくしかなくて、うん、その水俣病でいうところの爆薬説とかね、うん、いろんなわけのわかんないことを言ってくる、うん、そういう話で本当わけわかんないやつ煙に巻いてるだけなの、うん、やっぱり影響を否定するために科学を逆用している感じがしますよね、うん、なんか今度その県に対して例えばあの県民健康調査の件でこう申し入れするときにこれをどういうふうに使ってこの時からもう分かってたでしょみたいに、うん、その手の内はちょっとここでは言わないよ。いやまあ言わないけどでもそれこそが私たちは必要なわけですよね、うん、いかにそれをこう納得できる物言いにしていくかっていう、分からないんですって言ってるけどこんな振り本にも書いてってもうすでにもう証明されてましたよねこの時からっていう。だってあのその前の方にはあのなんだっけあの生物濃縮のこと書いてるんですよねこれね、うんうん、あのプランクトンが、うん、あの最初被曝していて、その被曝しているプランクトンを食べた小魚が被曝して、うん、でそれであの日本に回遊してくる回遊魚が被曝していくんだってことまでこれ書いてるんですよね、うん、だから生物濃縮するっていうのはもうこの当時から分かってるんです、本当それなのに今生物濃縮しませんっていうふうなことを、うん、いやそれは分かりませんとかいうふうなことを言ってるわけですね、うんうん、でそれでそこにさらにそのトリチウムっていう部分を入れてきて、うん、トリチウムの有機トリチウムがああだこうだとか、うん、なんだかんだって言って煙に巻こうとしてるわけなんですね、うん、ここに書いてって書いてっぺを自分の言葉にしていかなきゃいけないね。あんたこれ伊豆の本だと思ってんのって
や、ちょっとタイムリーなんですけど、このサイレントフォールアウトっていう映画がね、伊藤英明監督の第3作目として、あの今各地で上映会をやってるんですけれども、本当にアメリカ人がアメリカの核実験の汚染のことを本当に知らないんだっていう話で、あのもうこの時からすでにすごい、そのなんていうの、人体への影響はあったんだけれども、それが何が原因だったのかもわからないしみたいな、やっぱり本当にその私たちが歴史を知らなきゃいけないんだなっていうのは、あのまさにすごい私にとってはタイムリーなこの勉強をしながらのこの映画なので、すごいタイムリーなので、あの各地でやると思うので、ぜひご覧になってください。はい、ということで次に行っていいですか。行きましょう。ちょっと一つ、はい、ちなみにあの今年、2024年ですけど、あの第五福竜丸が被爆した年が1954年なんで、ちょうど70周年目にあたります、うん、被爆したのは第五福竜丸だけじゃないみたいなんですけど、うん、あのトリビアですけど、福竜丸って英語ではラッキードラゴンって言うんだけど、ラッキードラゴン、今年は辰年なんですけど、福竜丸はラッキードラゴンって言うんですよね、うん、被爆したのはアンラッキーだったんですけどだからあのその70周年に関連してのイベントが、うん、あちこちであるみたいな情報が今日入りました、うん、知るチャンスですね、いろいろね。だから竹谷のこの本も、うん、またクローズアップされるといいんですけど、本当にいいですか。はい、はい、では最後のポイントです。個人の苦悩をまず第一に考えるのか、全体としての集団というものを考えるのかということについてお願いします。これについてはね、ちょっとパッドの方に、後ろの方に、全体的に見た場合にはってことですか。163ページですね。ページですね、うん、してるね。そう、163ページの後ろ4行目、下の例えば第一の場合として200レントゲン程度の放射線に1万人の人が照射された場合を考える。でそうすると照射された人の子供の100人はおそらくハンディキャップを受ける。でこういうことはおそらく目立って見えるだろう。ところが次のページね、ところが第二の場合として1レントゲンというはるかに少ない程度の線量を
すべての米国人が全部受けたと考える。ですると生まれてくる100万人の子供の中の数千人が明白な突然変異の遺伝子のためにハンデキャップを受けるだろうと。で、1億人から生まれる100万人の子供の数千人というのは大衆の中に隠されてしまって明瞭な形になって人々に気づかれないだろうということを、武田の時にはあのアメリカの人口が1億として、書いてあるんですけど、1億人の人が1レントゲン被曝すると、トータル1億レントゲンですよね、でしかし1万人の人が200レントゲン被曝すれば害ははっきり分かるけれど、低線量でたくさんの人が被曝すると、影響はあるんだけれども全体の中の比率としては少なくて目立たなくなってしまうという、ちょっとさっき話したような議論が出てくるんですが、それをどう考えるかということを武田には問っているわけです。まさにその低線量被曝訓練だと思いますよね。だから甲状腺被曝、甲状腺被曝ばかじゃなくて、あの発がんについてはアンスケアの報告は検出不可能な程度の影響あるだろうという書き方で、まさにこのことじゃないですか。検出不可能な程度ならいいでしょって言ってるように、僕はあの話をわざわざアンスケアの人が福島に来て、だからあんたたち安心しなさいって言うのかってすごい頭に来たんですけど、あ、瀬川さん、どうぞ。また違う、違う、あ、違う、これこう考え方としては、これ200レントゲンっていうのは、まあ、2000ミリシーベルト、だから2000ミリシーベルトですね、2シーベルトっていうことですよね。1万人の人が2シーベルトの被曝を受けた場合に100人がハンディキャップを受けると、1万人に対して100人だけど、1億に対して1億に1レントゲン10ミリシーベルト1人ずつ受けた場合に、100万人の中の数千人だから、数千人っていう数字だから、1億に対して数千人と1万人に対して100人、どっちが多いですか？割合としてはその1万分の100は100人の人ですから、1万分の100の方が多いね、割合としては。だから1億人の中だと数千人は目立たないでしょっていう、そういう意味です。あ、でも1億の人が浴びた中で100万人の子どものうちの数千人だから、100万人に対して数千人なんじゃないですか。すごくこう微妙な書き方されてて、どっちなんだろうって、どっちが影響が大きいんだろうっていうのは分かりづらいんですよ。照射されたのが一番、この考え方ってあの何人シーベットっていう考え方と一緒ですか？そうですね、あのこれ同じ量で比べてないかもしれない。小出さんとかが教科書にしてる本がありますよね。こんなグラフ、なんて本だったか名前忘れちゃった、だから専門家の人はやっぱり集団としての被曝を見てるわけですよね。だから集団として、あのアンスケアの説明も集団の被曝としては少ないですよねって言ってるわけ。私たち現地人としては、
その中でも何人かの、まあ、1000人の人にでも例外的に被爆したとすれば、それは誰なんだろうって、自分じゃなくたって自分の家族かもしれないし、自分の知り合いかもしれないし、同僚かもしれないって、誰かはいるって心配するわけですよね。でも外部の人はそういう心配の仕方はしないんで、専門家の人はしないんじゃないという違いもあるのかなと思います。この164ページの後ろの方を読んでて、あ、面白いなと思ったのが、この遺伝的影響に関しての考え方がちょっと面白いなと思ったのが、その一国民の1人当たりの占領、世界人口の場合1国民の20数分の1で、同じ数の被害者を生むので、世界全人口が一様に受ける占領の場合、その許容量は20分の1に減らすべきである。これはその 次の世代っていうふうに影響がずっとこういった場合により大きな影響が出てくるから、全世界的に考えたら被爆量をもっと少なくしなきゃいけないっていうような考え方なんですね。まあ、それ面白いなと思って、なるほどなと思ったんですね。例えばそのこれだけ被爆したら子供が生まれません、 何パーセントの確率で子供が生まれませんよっていうような話として考えると、そのある一定の数字を超えると人類が滅亡しますよっていうことを言ってるんで、世代間 の不妊率がどんどん上がっていくことによって最終的には人類滅亡しますよって言ってるんですよ。だからそれを考えると、その遺伝的影響として考えるんだったら、一般的な被爆許容量という許容量、我慢量と呼ばれているものの20分の1に設定しなきゃいけないんですよっていうふうなことを言ってて、ちょっとこの考え方は面白いなと思って、面白いっていうか、まあ、そういうふうに考えなきゃいけないんだなと、ちなみにここで20分の1って言ったのは、この時の世界人口20億としているからです。今と随分隔絶してるんですけど、今70億、今は80億とか90億とかですよね。そういえば一時期こう精子の数が減ってるんだって言われたことがあったんですけど、環境ホルモンでっていうところでも聞いたことあるんですけど、環境ホルモンっていうのは果たして本当に問題だったのかどうか分からない。でも盛んに言われてましたよね。何かをごまかしたらそういうこと言ってた可能性もあるよね。ホルモンじゃないものがホルモンとして働くっていうことは実際にあった、これからはマイクロプラスチックの影響が私は出てくるんじゃないかと思うんですけど、出てるのかもしれないし、あとマイクロプラスチックの量がそのうち海にいる魚類の体重量が重くなるみたいな、聞いたことあってちょっと怖い話なんですけど、なかなかこう奥が深い、ね。でもその奥が深い話がもう当時もう議論されてて、ほぼほぼ答えが出てたっていう、ね、そういう話から、なんか今よりも深く考えてたようなことは書いてあります。ここに書かれていることが果たして市民レベルではどれぐらい議論されてたんでしょうね。これは、ね、岩波新書ですから市民レベルの方として書かれてた。市民レベルでも、まあ、岩波新書みんな読むわけではないっていう話もあるんだけど、ただでも今よりは絶対読んでたと思うんですね。この本は昭和45年に10冊目になってます、一番最初に出たのが32年って書いてますね。13年から10冊毎年増刷してたぐらい、戦後10年ちょっとですか、
そうですね、戦後12年。だからやっぱりその放射能っていうものに対する意識は、うんうん、まあ、今よりも絶対高かったわけでね。大気圏で核実験ずっとやってたからですか。で、日本の署名活動が、うん、その大気圏核実験をやめるきっかけになっていくような、そういう国民的な話題になってた時代なわけです。だからそれなりに話がされてたみたいな。なんか身近にそういう話全然聞いたことないから、なんかピンとこなくて、うん、まあね、うん、まあ、我々よりももうちょっと上の世代ですよ、うん、マリペどうですか？ミュートだよ。すみません。すっごい音、あの、ちょっと最後の方よく聞こえてないんだけども、いや、あの、福島の問題としてこういろいろ考えながら聞いていて、まあ個人の苦悩をまず第一に考えるか、全体としての集団というものを考えるかっていうところに行くまでに、今日の流れからいくとね、あの、やはりこう歴史背景っていうのが、あの、戦後の日本の在り方っていうものがすごくこう色濃く出ているのかなっていうふうに感じて、あの、広島長崎の原爆っていう経験をした日本人が放射能に対して、あの、危険視してないわけがないと思うんだよね。でそれを考えたらば、本来その被爆っていうものに対しては非常に危険性を感じてるはずなのにもかかわらず、健康診断とかそういったものに関しては、あの、レントゲンを非常に受けても何ら問題がないというような、まあ、ある意味浅はかな考えに行ってしまうっていう流れと、福島の原発事故後のこの流れっていうのは、どれもこれも本来、あの、例えばそういった、あの、アメリカが考えているその原爆の影響がどうであったかとか、あの、原発事故後の影響がどうであったかっていうふうに考えた場合、その問題が明らかにされてはいけないという、さっきも谷先生から、あの、推進派にとっては分からない状態にしとくのがベストなんだという話が非常に、あの、重要で、あの、こういう話ができていないその現状、日本において、あの、やはり情報公開請求の鬼シリーズで、とことんそのどれほど、あの、お金を投じて国が、あの、まあ、プロパガンダを仕掛けているかっていうことを考えたらば、本当にその、あの、健康診断でレントゲン診断がどれほど悪影響なのかとかね、そんなに必要ないであろうとかっていうことは問題しないとかね、いろんなことを考えると、非常にこの流れを本来ちゃんと日本人っていうかね、まあ、日本人だけではないんだけども、放射能の影響というものは、もうできるだけ受けないということが原則っていうのがあると。福島の問題にしてみれば、あれだけの被爆をした上にどれだけの被爆をさせるんだっていう話とかね、本来に、あの、千葉由美も言ってたけど、子供にこれ以上のレントゲン検査を受けさせない方がいいに決まってるじゃんっていうふうな感覚
ならなきゃいけないのがならないのはなぜなのかっていうふうに考えなきゃいけないんだなっていうふうに今日はちょっと思いながら聞いてました。ありがとうございます。なんか他ありますか？他の皆さんいかがでしょうか？あ、ゆいちゃん話す？ちょっといいですか？はい。この前田根一先生と会いした時もちょっと話したんですけど、先週末に大熊町の帰還困難区域で伝承活動をしている人が中心となって、若い大学生とかがその帰還困難区域に入るっていうプログラムが、あったんですね。で今日はなんかそのことがずっと頭にありながらこの本を読んでたんですけど、なんかその主催をしている人はご家族を帰還困難区域で亡くされて、今もまだ娘さんのご遺骨が見つかってなくて、それ一人で創作活動しているうちに、なんだかんだみんながこう集まってきてくれて、でそれが結局その原発事故の被害を伝えるっていう活動になったっていう経緯が、まあ、ある。でその人を集めるときに放射線のその被爆のことについてもいろいろこういうリスクがあるからねっていうことを自然放射能とのその比較とか、いろいろ医療被爆とかの比較とかをしながら、まあ、説明はしてくれてるんですけど、なんかやっぱり今日谷口先生とも話してたときに、そのなんかなんだろう、このそのリスク、放射線被爆のことをこう話し合うときに、こうどうしてもこの数値による基準値の話だとか、なんかその何をそのリスクと取るか、その認識の話だったりとかになってしまうと、なんかやっぱりそれぞれ人それぞれ選ぶものが違うから、あとは最終的にあなたの判断に任せるっていう話になるとか。私は結果的にその谷口先生の意見を聞いて、その帰還困難区域には入らないっていう選択をしたんですけど、でもどうしてもなんか後ろめたさがずっと残ってて、なんか私は入らなかったけど、いや私と同じぐらいのまだ将来子供を産むかもしれない人たちはそこへ入って、まあ、ある程度被爆したんだよな、そのリスクを負ったんだなっていうところが、どうしてもその頭から抜けなくて、でそれを考えながら一般の人を読んだときに、特にやっぱりその印象に残ったのが、今 の, テーマの個人の苦悩をまず大事に考えるのか、全体としての集団というものを考えるのかというところで、164ページの3段落目の3行目ぐらいですかね、その多くの人々 の, 人類の中にその被爆遺伝的な影響が薄められたとしても、やっぱりその被害を受ける人っていうのは、少なくなるわけじゃなくて、まあ、多くの人に何らかの障害が現れることになるっていう、その世代をまたいでこうすごく影響することだし、それは本当にその何だろう、大熊っていうその一地域に短時間入って被爆をするからどうのこうのみたいな、その一時点の問題なんじゃなくて、そこに入る人がこれからもどん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 、まあ、伝承っていう活動の中で増えれば増えるほど、被爆をする人たちの数は増えるし、それによって影響ももしかしたら増えていくかもしれないし、みたいな、そのなんかやっぱり基準とか、今の時点から考えたリスクだけでその被爆を考えるんじゃなくて、でもっともっとその先の時代のこととかを考えたその話し方とか、なんか言葉
とかをなんか使わないと、なんかこう、ものすごくこうコミュニケーションが取れないまま、すれ違ったのが、なんか終わっちゃうよなと思ったので、うん、ちょっとうまく言えなかったんですけど、なんかそういうことを思いながら、ありがとうございます。だからそういう話を相手に伝わるようにどうやって伝えるかっていうのがすごい難しいよね。あの良かれと思ってとか、なんかすごくその最初はあれですよね、あの基幹政策が、まあ、最初の方で広野町だかゴミ拾いを学生にさせてみたいな、あのハッピーロードのね、うん、あれも美談にして、そのそれがダメなんだっていう人たちがすごくなんかこう過激な活動家みたいな、そういう構図になったじゃないですか結果ね。もう数え切れないくらいそういうことだらけの中で過ごしてきた13年で、その良かれと思ってっていう、その何の悪気もない人に対しても、あそうかって、その考えるきっかけを生み出すようなことってどうすればいいのかなっていうのは、みんなそれぞれ考えてることだと思うんですけども、ゆいちゃんはそういう話を、その自分がなんでそこに行かないのかみたいなことって言ったの？あ、結局私当日そのプログラム自体にちょっと行けなくなったので、まだみんなの前では言えてなくて、うん、でもこれから多分集まる機会はまたあると思うので、ちょっとそういうことも、なんで私は入らないっていう言い方をしたのかっていうのを、うん、話してみながら、みんなはどういうふうに感じてたのかなっていうのを聞いてみたいなとは、なんかゆいちゃん世代の人たちもそうだって聞いたことあるけども、なんか例えば自分は理系なんだって言っている人に限って、これぐらいなら大丈夫だっていうことで、それを受け入れないことを非科学的っていうふうに、いうふそういうのあるよね、そういう傾向ね。そうですね、それありますね、うん、リスク、この数値的なリスクを並べた時に、うん、いや全然大丈夫、全然大丈夫なのに何言っちゃってんのみたいなね。そうですね、これね、僕が話した内容っていうのは、うん、どういうことかっていうと、その、まあ、この個人にとって、うん、まあこのくらいの被曝量はこんな危険性がありますっていう話は結構するんね、うん、そういうところに入りたいっていう人に対して、みんなだけど、じゃあそれがね、その151ページにあるんだけど、まあ、人間の細胞を敏感さの順面に並べると、一番敏感なのはリンパ組織であると、うん、でその次に敏感なのが抗がんの精虫、精巣を作る、精巣じゃないや、精子を作る細胞で、骨髄細胞、胃や腸管の細胞、その次は卵巣ですっていうふうにあって、さらにそこから続いていくわけなんだけど、うん、まあ、要はね、卵巣の問題ね、うん、卵巣っていうのは一生涯排卵する卵はもうすでにそこにあるんですよ、うん、女の子には。でその卵巣の組織がその放射線によってね被曝して何らかのこう問題が起こってたとして、で自分としては今大丈夫っていうふうに思って入っていっても、うん、その子供が生まれた時にその時に入って放射線を浴びたことによって何らかの問題が起こるなっていうふうなことが起こったら、いや私は子供作らないからいいんですって言って入っていったとしても、何らかのことでやっぱり子供を欲しくなったりすることもあるだろうし、うん、そういった時に、あの時にっていうふうにね、後悔するっていうことをないようにしたい、うん、そうじゃないっていうふうにもう言い切れるんだったら言ってもいいと思うんだけどっていう、そこまでちゃんとリスク考えてやった方がいいと思うし、で今度その何らかの問題が起こった卵
子から生まれた子供の、うん、さらにその子供に影響が及ぶってことがあるんだからっていうお話をさせてもらったわけなんです、うん、だからそういうところを想像して、まあ、実際ここにも書いてあるし、うん、でさっきのその20分の1にしなきゃいけないっていう理屈もそういうふうな理屈なわけなんですよ、うんうん、だからそういうことをやっぱ伝えていくっていうのを、まあ、自分の言葉として伝えれるようにしていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思うんですよ、うんうん、皆さんいかがですか。山木さんの代わり何歳後っていうのはこれ生まれる 前からっていうか生まれた時から、うん、ずっとそこに卵巣としてあるね、後からできるわけじゃないですね、卵巣細胞、うん、それが成熟してポンと出てくるのが月経なんです。月経が出てきたのが流れていくのが月経なんです、うん、まあ細胞分裂しないからそんなに影響が大きいわけではないっていう話もあるんだけれども、うん、でもこれでこのギフマとしてこの番号に入ってくるわけですね。そうですね、うん、大人ほど被爆しない方がいいって、うん、広い市内にわざわざ若い人集めてっていうのはやっぱりちょっと、うん、やるなら大人はやれよ、年寄りがやるべき。あとイノベーションポストの流れもあるエクレとかも、うん、若い学生を集めます、うん、若い学生を集める前にちゃんとリスク話とか決めた方がいいんじゃないですかっていう話ですね、うん、やっぱり放射線に慣れさせてしまおうという、うん、そういう意図が見えますよね、うん、全員でやってる人はそこまでは考えないっていうか知らないのかもしれない、うん、知らないでやってるとそれはそれで恐ろしいですね、うん、まあ、そろそろ時間的に、はい、時間です、今日初めて参加された方も含めまして感想などありましたらお話しいただけますでしょうか。すごくなんかこうマニアックな内容かとは思うんですが、こんな感じなのみたいな感想も含め一言でもいいのでお声を聞かせていただければと思いますがいかがですか。手を挙げてもらえれば挙手ボタンを押していただければ。小林ひとみさんいかがでしたか。感想あればお聞かせください。ありがとうございます。すみません、何にもですね、はい、今回急に思い立って、はい、参加させていただいたものですから竹谷さんのご本も何も読まなかったんですね、はい、だもんですからただただ皆さんのお話を聞くだけにしてしまってどうも本当に申し訳ないなと思いつつ、いえいえありがとうございます。興味深く聞かせていただきました。あとサイレントフォールアウトについて、うん、ユミさんがね、うん、お話ししてくださって、うん、あこれはもう本当大事なことだななんて思うんですね、うん、で当時子どもたちの乳歯を集めて、それでストロンチウムを計測したら普通の30倍もあったっていうことで私もびっくりしたんですけど、これがアメリカの北米を放射性効果物として覆ってしまったっていうことをアメリカの人たちが知らなかったと、そしてまた日本でも当時第五福竜丸のこともありましたよね。でその時に3000万人の署名が集まったっていうんですけど、それについてアメリカではですね6万人くらいの署名があって、それで
ケネディ大統領がそれって大気圏内での実験をやめたっていうことなんですけど、日本では3000万人の人が署名したのにもかかわらず、日本の政府は何も動かなかったっていうところに、そのなんていうかな、なんともこう、納得できないものが未だにあるんですけどね、それについてもまたお話を聞かせていただきたいなっていうふうに思ってます。どうも関係のないこと言っちゃったかもしれないけど、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ごめんください。ありがとうございます。他の皆さんいかがでしょうか。一言でも大丈夫ですので、感想などお聞かせください。大丈夫ですか。じゃあ閉めますか。告知とかあれですよね、検討する会の告知とかはマリペからするんでしたっけ。瀬川さん先にどうぞ。では今のグローバルフォールアウトの、まあ、確かにこの核実験そのものの話ですから、確かに重要というか、まあ、この竹谷さんの議論を一般の人がどれだけこう知っていたり議論していたんだろうかというところで、やっぱり要するに世界で最終的には核不拡散とかその核実験禁止になったわけですよね。でその時に一番って言ってたのは、このままやってると人類が滅亡するかもしれないと言った時に、やっぱ核兵器のイメージはこう熱戦でもう何万度の温度と、すごい爆発で、であとケロイドとかすごいし、苦しむっていうイメージなんだけど、やっぱり人類が滅亡するかもしれないっていうのは、ここに書いてあるさっき その遺伝に影響して、要するにその時は見えないかもしれないけれども、すごく多くの人に影響はして、それこそ人類の滅亡につながるかもしれないということなので、ある意味ではみんな知ってたし、みんな議論していたし、だからこそ核実験は禁止、大気圏内核実験は禁止されたんだと言えるんだなと思いましたということですね。だから今ほら今3つの危機とか言うんですよね。気候変動と生物多様性と、もう一つ汚染なんですよ。うん、何の汚染かっていうのが問題なんですけど、日本なんかはプラスチックしかいらないよね。だけど汚染ってあらゆる汚染があって、汚染の最たるのが放射能ですから、海に放射能流すなっていうことなんですよ。だからその今気候変動とか生物多様性っていうのは、みんなやっぱりこの核実験の時に世界のことをみんなが考えていたのと同じように、今みんなは世界のことを心配してるわけですよ。地球のことを、気候変動と、でしかも人間だけじゃなくて生物のことまで考えてるよね、今世界は。で第3番目が汚染ですから、やっぱりこれで放射能を環境に出したり人が被爆しないようにするっていうことは、ここで竹野さんに集団を考えるって言ったときに、今もまさに通じる話だと思うので、すごく広めていくといいと。で個人と集団っていう話を竹谷さんがするシーンは、先ほど坂本さんがおっしゃった、そのみんなが地球や人類のことを考えると同時に、今私はどうするんだろうという問題と、みんな常に毎日直面するわけですよね。
そこの非常に重要な、ことをおっしゃることがあったかなと思いましたということです。ありがとうございます。最後にマリッペからどうですか。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、なんか瀬川さんが本当に私が言いたいなと思ってたやっぱりゆいちゃんの話、本当に直面した時に頭で分かっているんだけども実際にそういう環境の中にいた時に言えるかとかね、本当に難しい問題が含まれていて、これはどんどんこういう勉強会を広めていくことによって意識できる人が増えていければなということで、参加するかしないか自己判断というのは本来あってはいけない。こういうことは政府がきちんと国民の命を守るという姿勢のもとに作らなきゃいけないなっていうことはあるはずなんだけども、そうではないということをやはり私たちは理解していかなきゃいけないんであろうと思いました。ということで、告知ですね。はい、はい、告知はですね、来週の、21日ですね、水曜日8時から県民健康調査検討委員会を検討する会ということで、これは谷井先生前回の検討委員会2月の2日に開催されたのの報告、まあ、読み解きですね。どんな議論がされたか、まあ、ここの話が中心になっていくということでよろしいですね。そうですね、まあ、相変わらず発見された悪性もしくは悪性疑いっていう方は数字は増えているっていうことと、まあ、その数字の増えた意味っていうのをどう考えるかっていうことと、あとまあ後半はずっとアンケート調査のことに関してああでもねこうでもねってことをやってたんですけど、そのああでもねこうでもねって言った人たちのまあどういう意図で言ってるかっていうところを話していきたいなと。はい、注目のアンケート調査結果が出たということで、これに対してどのような議論されたのか、それに対して反対意見をされた、結果報告に対しておかしんでねえかと言った委員の方もいらっしゃったということで、まあ、何をもっておかしいと言ってきたのかといったことを紐解いていきたいと、まあ、解説をしていただくということになります。で、2月の27日火曜日は、8時から情報公開請求の鬼シリーズということでお届けします。これはまた井上健さんがしっかり情報公開請求の資料をもとにいろいろお話をしていただくということになっておりますので、皆様よろしくお願いいたします。以上です。はい、本日は皆さんご参加いただきまして本当にありがとうございます。かなり真夜中なんですけど何時はい、ということです。24時ぐらいですか。ん、24時ぐらい今、夜中の1時です。1時お疲れ様でした国際的リモートですね。リモートで、はい、来週帰りますので、はい、よろしくお願いします。はい、では皆さんありがとうございました。次回につきましては決まり次第お知らせをさせていただきます。とりあえずじゃあ来週ということで、あ、検討する会はこれに関しては、あ、そう、これに関しては決まり次第、はいではありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆様ありがとうございました。またよろしくお願いします。